国の事業を公開で検証する秋のレビューが始まり最初のテーマは新型コロナウイルス対策でしたより幅広い視点で今回の秋のレビューは行ってまいりたいと考えております行政組織の構造的な諸課題をどう克服するかという観点から評価をいただければと思います 国の事業について有識者を交え公開で検証する秋のレビューでマキシマ行政改革担当大臣は手続きの利便性を高いものにするためにはどうすればよいかを考えたいと話しましたワクチン接種の予約が取りにくかったことや副反応に関して科学的根拠のない情報が出回ったことなど新型コロナ対策の課題について検証が行われました有識者からは 国と地方の役割分担やコミュニケーションが不十分だったのではないかとの意見が出されました。